1200のマイナス800。どう皆さん、トライアングルです。ちょっと今、ちょっと急ぎ、説明しながら走ります。こっちか。なんとですね、今、生配信実はしてたんですよ。で、古代の残骸6個ぐらいゲットしたんですけど、その道中でですね、ちょっと例のやつに襲われまして、マグマダイブしちゃいました。多分ね、もう、ダイヤモンドってか、ツルハシとかもいろいろ燃えてるとは思うんだけど、ね、古代の瓦礫は燃えないから、残ってると思うんですよ。ちょ、急いで行け。やらかした。しかもなぜかね、ベッド、寝てあれ、いや、でもベッド、なんかね、初期スポーンになっちゃいました。寝てなかったわけではないと思うんだけど、とりあえず、近く行ってから5分だもんね、確か。だまだ近づくまではゆっくりしていいと思うので、ちょっとゆっくり今、座標1200のマイナス800ぐらいが拠点だったので、ちょっとそこまでちょっと急いで行きます。あった、あった。あれ？意外と燃えてない？よし、よし、あ、意外と燃えてないかも。あ、よかったよかった。んで残骸はゲットした？あ、うーじゃないんだよ。あった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 。待って、燃える前に燃える前に。あー、よかった。意外と、あ、よかった。意外と生きてた。ちなみにですね、ダイヤモンドツラシなんですけど、私が調子乗りましてですね、まだ耐久いけるやろ耐久いけるやろって言ってたんですけど、壊れました。さてもいいかな。多分ぜひね、ちょっと生放送の方ちょっと見ていただければなと思うんですけど、耐久残り10になって、まだいけるまだいける、ちょっとギリギリーって思ったらバキョーンって壊しちゃいました。ダイヤモンドはいいんですよ。よし、じゃあまあ無事、古代の瓦礫か瓦礫ゲットできました。戻れましたので、まあ、今回まあちょっとね、いきなり冒頭ドタバタになっちゃいましたけど、まあ、なんで配信してまで古代の瓦礫を取ろうかなって思ったのかというと、おそらく次回明日、多分明日だと思うんだけど、ボスシステムが追加されるので、追加されるんですよ、おそらくね。だから、そのためにも、ちょっと、プラチナチケットを大量に引きたいなと、今日。どうだろう、5連とか引けたら嬉しいなって感じなんだけど、だからそのために今のところ6個だから、5連はちょっとでも難しいかな、さすがに5連は。まあでもちょっとそこら辺を目標にしてちょっとやっていきたいと思います。掘ってきます。うわあ！これが奇跡だから。よーし、8個。マジか、こんなことあんの。いや、なんかもっと広いとこに行こうかなと思って今移動しようとしたんだけど、よしよしよし、これで2回引ける。あと、まあ、4回。いや、でも5回引きたいな。はい、ということで、無事ですね、こちら古代の瓦礫20個。なんか3連続がめっちゃ多かった。多分まあ倍速でね見ていただいたかと思うんですけど、なんかね、某 VTuber の方がね、なんかね、台風パレード歌いますよみたいな感じで言っていただいたんですけど、もしかしたらいつか台風パレードの曲が違う人が歌ってるやつになるかもしれないです。ちょっとそんな、ちょっとね、関係ない話あれなんですけど、とりあえず、こちら20個。おそらく次の多分、まあ、もちろんクジラ様の予定とかね、その調整とかもありますのでわかんないんですけど、多分明日、まあ新しいボスシステムというものが明日から、まあ、紹介できるかと思うんですけど、
まあその時に、プラチナチケットの使用が多分古代の瓦礫4個で交換になるかと思います、おそらくね。なので、多分これをやるのは最後になると思います。このクリエイティブでわざわざ、あんまりクリエイティブって表記にしたくないんだよね。動画見せてる前だとしてもさ、あんまりこれをやりたくない正直で。古代の残骸をこうして、で4個でだから20個なので5個ですね、5枚、ここから出したいと思います。今後はおそらくもうこういうことはないと思います。こういうプラチナチケットに交換できるっていうその機能というか、それが追加されるはずなので、おそらくね。はい、ということで、じゃあこの5枚のプラチナチケット持っていきましょうか。ちょっと待って、これネザライトのツルハシがもうだいぶ耐久値減っちゃったから、これもまたと、ああここに1個あるじゃん。これあれだね、ちょっとまた古代の残骸取りに行きたいから経験値を集めないといけない。ダイヤモンドで壊れてしまったので、僕のポカやらかしたせいで。だからダイヤモンドツルハシを作ってエンチャントかけたいんですよ。ちょっと1個今見てみるか。経験値ちょっとこれだけやっていいですか。すいません、ちょっとグダグダになっちゃって申し訳ないんですけど、まず棒を作ってね、ダイヤモンドツルハシを1個作ります。でこれで、はい、 OK で経験値をあと上げるだけとかだったらいいんだけど、あ、ちなみにこれブラックマー僕やられたじゃないですか、マグマで燃えて、でも消えませんでした。離れすぎてないからとかかな、どうなんだろう。とりあえず行きます。さあ何があって、はい、これ耐久3がつけば、いや OK、 よし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 、レベル3ね、レベル3に、レベル30にちょっとやんないといけない。だからちょっと経験値トラップをガチで作りましょう。うん、もうね、正直言うとネザーで結構クオーツかなり取ってしまったから、そうだね、まあでもあれか、そのがれき探しながらクオーツブロック壊すっていうのをやればいいのか、そうすれば多分なんとかなると思うんだけど、やばい、ごめん捨てます。もうトロッコがね向こうにないのよ。いきます。ちょっとあと UFO 猫、この子ね優秀だからちょっと連れてきたい。はい、あ、待って待って待ってくれ、あー危ねー、この子優秀なんだ、ついてきてくれ俺に、よし、あー待って待って、放牧中じゃない、やばい、待って、うおーさい待ってくれ待ってくれ、猫よ待ってくれ、行かないでくれ待って、なんか捨てちゃった僕今、もしかしてなんかあれ違うよね、違うよね、おいおい来てくれ、待って、魚、待って、魚置いてきた、待って、猫いよやめて、行かないで、ちょっとこっち来て、やばいやばい、待って待って、本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい、あ、危ねー、よかった、危なかった。てか猫あれだな、魚置いてきたかもしれないな。わー、ちょ、にゃんこ村これ重っ、これあれだな、ガチャ引くところをやっぱりもう特別なものにした方がいいね、これ。うん、だからもっと離れたとこでガチャは引こう。だからもうガチャ引く用のさ、もう場所作っちゃってもいいかもしれない。にゃんこ村で引くとかじゃなくて、もうガチャを引く場所をもっと向こうにトロッコで引いて、もっと向こうにあるんじゃない、で作ればいいんじゃない。あー、あった、 OK、 よし、いいぞ。じゃあ行きますか。それでは行きます、まず1体目いきます。はい、うおーっしゃー、仲間になってくれ。あ、おー、びっくりした、危ねー、あんま仲間にならない。よし、1体目にあんま強い、マジで強い。では2体目いきます、ゴー。あー、鶴の恩返し、オッケーオッケー、鶴の恩返しも強いよ、いいよ。でも笠地蔵来てくれ、笠地蔵頼む、笠地蔵進化前が欲しい、僕は前燃やしてしまったから。はい、あー2体目かー、それではもう1回いきます。はい、ちょっと待ってくれよ、待ってくれよ、それはいけない。3体目の鶴の恩返しはちょっと、いきます。はい、よーし、神引き、これは神引き、これはガチで神引きでしょ、これ神引きですよね、にゃんまにガオ。よし、まあでもできれば、まあ理想を言うのであれば笠地蔵進化前欲しかったね。ちょっとやっぱり燃やしてしまったっていうのがあるからすごい申し訳ないんだよ。あと何より進化前すごい使えるんだよね、笠地蔵は。できれば笠地蔵進化前が来て欲しかったが、オッケー。じゃあちょっと君たちはここだ、ここで今日は待っててくれ。であれだね、そのボスシステムが出るということで、
ね、猫缶もそろそろちょっと集めないといけない、足りないので、今日できれば猫缶集めの旅にも出るのありかも。まあモブキャラ倒してたら猫缶集まるので、ちょっとじゃあさニャンマついてきてくれ、俺についてこい。ニャンマを追尾にして、でちょっと喧嘩しちゃう可能性があるから、猫 UFO とあと浦島置いて、ちょっと猫缶集め、今からちょっと夜にもうなるから今から行ってまいります。よし、ニャンマいれば大丈夫でしょう。パオンとかも倒せるからね。では行っていきます。あのニャンマが、あ、やっと仕事し始めた。あぶね、ニャンマが仕事を放棄してます。ずっとぴょんぴょん飛び続ける、心がぴょんぴょんするマシンになってしまいました皆さん。あ、でもようやく動き出した。なんだよ、実況撮影撮り出したら動き出すのやめて。撮影になったら張り切るタイプ、君そういうタイプか。この子あれですよ、撮影してない時裏では静かな子ですよ。撮影始めたらなんかすごい元気になる。うわ、僕じゃん。僕ほんと1日に発するの、仕事がない日とかはあ、レシートくださいぐらいだからね。まずいこれ、あ、死ぬ、もういい、もう44個十分。もうちょっとご飯もなくなったから、逃げるんだよします。でパオンは絶対近寄らない、パオンはね、勝てない。さっきねちょろっと、あ、パオンいる、よしと思って猫缶ゲットできるから、パオンを戦わせようとしたんですよ。鬼ニャンマ、あのね、攻撃がなぜかパオン入りません。で一方的に殴られていたので、もう全力で逃げて鬼ニャンマワープさせて、なんとか逃げ切ったって感じだったんだけど、無理ですね、あのパオンは近づいたらダメなので、とりあえず あそこにいるな、あれあれパオンだな。あー、メタルカバちゃんとかね、ブラックマだったらいいんだけど、残念ながらパオンは近づくと終わる。まあいいや、とりあえずまあ猫缶44個集まったので、まあ今回は一旦この辺りで終わりにして、次回まあ多分明日になるのかな、だと思うんですけど、いよいよボス戦になるかと思います。まあまだ確定してないんであれなんですけど、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。